今日はですね、これ神戸市北区にあります、喫茶道草、ひらがなで道草やったと思うんですけどね、ちょっと友人とお茶するんですけども、なんかね、ここが座敷があって、特にね、赤ちゃん連れの方なんかはゆったり座れるみたいでして、予約してくれてるんで先に入りたいと思います。ケーキセットあるじゃないですか、これ2時から平日限定税込み700円、もうこれしかないやん。はい、あ、そうそう、これですね、カフェレストラン道草さんなんかな。はい、じゃあお邪魔します。まあ先に先ほど手指消毒してますんで、店内こんな感じでございます。漫画もありますね。はい、後ほど我々がこの奥になります。一番端の座敷、これいいですね、掘りごたつみたいになってる。このお店でも密かにいいですね、こうやって電源が結構あるんですよ。そこもありますしね。カフェレストラン道草、営業時間8時から18時。おお、ホットドリンク、アイスドリンク、モーニングあるやん。まあ、今日はねモーニングの時間じゃないんで、あ、これベーコン行く食べに来なあかんな。ランチも美味しそう。結構種類ありますね。 ピラフなんとかね、定食系も要素あります。パスタ、デザート、ケーキ。え、さっきのケーキセット、本当はケーキの値段に280円なんだけども、お店の店頭にあったんが平日限定だけ、平日限定で税込み700円のケーキセットがあるみたいですね。モーニングサンドイッチとかあるやん。はい、こんな感じです。これこれこれ税込み700円、このケーキセットが。フェイスブックとかね、ああいうやつは全然ね、いけるもんですね。あの、ちゃんと赤ちゃんの顔を写さんように、あの、おもちゃを今アップで写してます。あの、喫茶道草でね、ちょっとお茶してるんですけども、小さいね、赤ちゃんがね、遊べるように、これだって遊具全部道草が用意してるんですもんね、これね。そうですね、ありがたいですね。こんなんも実際売ってるんですかね、このタイヤがついた箱みたいなのね。どうでしょう、手作りっぽく見えますかね。これも手作りなのかな、もしかしたらね、売ってるんですかね。はい、という、まあ、ちょっとどこまででかくしてこんなお店の中こんな感じですんで。はい、ということでケーキが到着しました。これチョコムースでしたっけ。チョコムースって言われてましたね。チョコムースじゃないよね、多分中がムースなんですかね。中がムースなんですかね。美味しそう、美味しそうですね。はい、ということで、じゃあ皆さんいただきましょうか。はい、いただきます。実はね、今日お二人の女性の方とお茶させてもらってるんですけど、 YouTube の先輩でして、あの、はい、YouTube の名前はちょっとあの差し控えますけども、チャンネル登録でもう6000人ぐらいな、ずっと増えていってますよね。そうですね、月に500人以上。あ、なるほど。で、チャンネル名は、まあ、あえて今日は言わんどきますけど、子育て管理、子育てサークル、どんな言うてんですか。親子向け、親子向け、まあ、手遊び動画という感じなので。はいはい、なるほど。保育士さんとかもね、見られてますよね、学生さんとか。はいはい、これから保育士になろうとか、本当に現役の保育士さんとか見たりとか。それは保育士の方が、専門学校とかで習ってるもんでもないんです。習ったりはないですね。ちょっと待って、いただきます。すいません、もう苦笑いしてます、2人が。何ちゅう取り方や。なかなか学校で手遊びを習ってもやっぱりなくて。そうなんですか。ないですね。やはり実習に行って、うん、そこの先生が盗むとか、ミニオンとか。保育士の世界ってそんな感じなんですか。まあ、学校によっては多少習うものもあるかもですけれども、今時代がこうやってね、YouTube とか、まあ YouTube で習うもんね、最近ネットで何でもこう検
索したら多分出てくるので、はいはい、そういったところで、ね、あの調べて覚えるっていう学生さんが多いのかなとか。そういえばね、最近私も某鉄道会社の社員なんで会社名はもちろん言ってないんですけど、最近私第二の人生を考え始めててね、今53で定年が65なんでね、12年後ごっつ先じゃないですか。そうじゃなくて、まあ、例えば55とか60ぐらいで何か新しいことを始めれないかなっていう一つで、古民家を再生してカフェとかねやったりしてる方がいてて、すごいそういうの興味があってね、そんな話をたまたまこの間会社でしてたんですよ。何言ってんのって、同じ部署におるやん、うちの部署の同期生がおって、その同期生が丹波市で古民家買って、うん、今は DIY やってる。それをつい最近知ってね、うんうんうん、でこの間その彼に俺 YouTube やってんねんって言った、まあ、今度その彼は私が YouTube やってるの当然知らないから、でそんなんやってんのみたいな話があって、取材行かしてよって、ええよだからでね、その彼なんかに聞いたらやっぱり、ね、同じように YouTube で DIY の情報全部あんねんでね、コンクリートこう打つとかね、その家財こんなん買ってきて作り直すとか、 YouTube ってめちゃくちゃ便利な時代で、その昔だったらその教科書とかマニュアルみたいなのがもう動画で見て覚えれるもんね、ってな話なんですが、今日は全く私基礎的な話で、これってどこのボタンを押すんですかってっけみたいな話もお聞きしたくて、今日はお茶の時間を作っていただいてすみません、もうこんな危険のお二人しかなくて、はい、わかるかな。え、ちなみにお二人はインスタ当然してるじゃないですか。あ、インスタは、はい、TikTok はしてんの？してないですね、うん、アカウントもないの？うん、ない、うん、なるほど。インスタの使い方ちょっと教えてください。はい、はい、ということでちょっとこの後一旦切ります。はい、皆さんバイバイ。伊勢って定休日あるんですか？あ、ないです。あ、じゃあ不定休。不定休、はい、営業時間は何時からなんじゃないですか？営業時間は8時から6時までで、お食事からすとまで5時半です。なるほど、了解です。はい、今日はケーキ美味しかったです。あ、良かったです。はい、本当にめちゃくちゃあのもうお話楽しくできましたんで、ありがとうございました。はい、またごゆっくり。はい、ありがとうございました。はい、